ジョンソン軍は、アメリカ合衆国のテネシー州にある軍。軍庁所在地は、マウンテンシティである。2000年国勢調査で、の人口は17,499人だったが、2005年の推計時には18,116人に増加した。スティーブ・エアルの楽曲、コパーヘッド・ロードやコーマック・マッカーシーの小説、アウターダークの舞台である。 国勢調査局の調査では総面積784.8平方キロで、うち771.8平方キロが、陸地総面積の1.41%にあたる10.4平方キロが水移である。2000年の国勢調査時点で、この軍には17,499人、6,827世帯、4,751家族が暮らしている。 人口密度は1平方キロあたり23人で、平方マイルに換算すると59人となる。住居数は7879件で、1平方キロあたりに平均10件が立っていることになる。白人が96.40%、アフリカ系が2.42%、ネイティブアメリカンが0.34%、アジア系が0.12%、 太平洋諸島系が0.02%、その他の人種が0.23%、根欠が0.46%、ヒスパニックが0.86%を占める。2000年国勢調査の結果をもとに作成した群の人口ピラミッド6827世帯のうち26.4%は18歳未満の子供と暮らしており、55.24%は夫婦で生活している。 10.0%は未婚の女性が世帯主であり、30.4%は家族以外の住人と同居している。26.4%が一人未世帯で11.5%を独居老人が占める。1世帯あたりの平均構成人数は2.35人、家庭の構成人数は2.81人である。 住民のうち19.7%が18歳未満の未成年7.24%が18歳以上24歳以下30.8%が25歳以上44歳以下27.1%が45歳以上64歳以下15.0%が65歳以上となっており平均年齢は40歳である 女性100人に対し男性が114.6人いる。一方、18歳以上の女性100人ごとに対しては114.4人いる。1世帯あたりの平均収入は23,067ベ米ドルで、家族ごとでは28,400米ドルである。男性の平均収入は24,018米ドル。 女性の平均収入は18,817ベイドルで、労働者でない人々も含めた、住民一人当たりの収入は13,388ベイドルとなる。総人口の22.6%、家族の18.7%、18歳未満の子供の26.8%、及び65歳以上の老人の21.5%は、 貧困戦以下の収入で成型を立てている。マウンテンシティの南西にあるノースウェスト刑務所の収容者は1299名で、軍の人口の7.4%を占める。ジョンソン軍が属する下院のテネシー第一選挙区は、一貫して共和党が強く、過去120年間民主党が議席を取ったことはない。1924年、1932年、 1936年の大統領選では共和党が最も強かった選挙区とされ、少なくとも1956年以来共和党の候補者が勝ち続けている。ジョンソン軍においても1992年以降の大統領選では共和党が57%以上を得票しており、2008年の大統領選ではジョン・マケンイ候補が70.1%を得票した。 ありがとうございます。